マスケンです。今回はコストコ購入品の1月2週目3週目編お送りします。早いもんで1月も3週目がもう終わりなんですけれども、2週目にね購入したものがちょっと数が少なかったので、今週の3週目と合わせて紹介します。でその結果今回紹介する商品合計10点あります。で、過去に紹介しているもの、定期購入しているものなんかはですね、さらっと終わりますんで、詳しく情報を知りたいっていう方は概要欄の方に動画のリンク貼ってますので、そちらの方でチェックしてみてください。ということで最初は定期購入しているものから紹介します。1点目こちら、若鶏の竜田揚げです。これずいぶん前にストック切れてたんですけれども、冷凍庫のスペース的にちょっと変えてなくて、今回ようやく変えました。弁当のおかずのスタメンに使うことが多いんですけれども、これね普通に美味しいやつで、これベースにタルタルソースとかチリソースとかを添えるだけで、普通の食事に出してもいけるレベルのものができるんで、これはねおすすめでございます。これ結構試食出てるイメージがありますんで、もし機会があればですね、ぜひお試しください。続きまして2つ目こちら、ラスカスのクリームチーズです。こういう感じのポーションタイプになっておりまして、全部でね36個入ってます。一時期在庫切れてたんですけど、最近は復活しているようです。前回クリームチーズ買った時このラスカスのやつ買って、でしばらくね持ったんで、次買う時はキリのクリームチーズにしようかなと思ったんですけど、キリのクリームチーズがまた地味に値上がりしておりまして、ラスカスの方は賞味期限がですね6月25日まであるんで、結構ね長くあるんで、うん、まあちょこちょこ買うよりかはこれ買って済ましとこうかなということで、はい。でこのポーション一つで 28g 入っておりまして、結構量は入ってるなという印象でございます。でここからクーポン商品になります。こちらゴディバチョコレートのナポリタン。毎年今の時期からバレンタインにかけてチョコレートの種類っていうのが結構増えるんですけれども、ゴディバだけでも数種類並びます。でこれがね安かったんで買ってみたんですけど、なんかこんな感じで個包装タイプの板チョコって感じですね。このナポリタンには4種類のチョコが入ってまして、青がミルクチョコレート、紫がダークチョコレート、黄色がヘーゼルナッツ、緑がピスタチオ。一番好きなダークチョコ食べてみます。あ、これミルク、うん、美味しい。紫がダークです。うん、うまい。ダークチョコ美味しい。こういった個包装タイプのチョコだと、バレンタインのバラ巻き用のチョコとかちょっとねプレゼントするのにいいんじゃないかなと思います。はい、数数えてみたら各種類14枚ずつ入っておりました。続きまして4つ目の商品こちらです。マルマンのプラセンタ60日セットです。これ前回クーポンになってた時に購入してて、それ以来ぶりですね。このプラセンタをね寝る前に飲んでるんですけど、飲んでると寝起きが抜群に良くて、寝て6時間ぐらい経った頃に勝手にバチッと目が開くんですよね。飲む時飲まない時で調子の差がもう明らかに違うんで、まあ、長期的に飲んでいこうかなということで今回2個買っております。はい。でもうねこちら開封して飲んでるやつで、肌のために飲む人が多いと思うんですけど、僕の場合はもう完全に寝起きのためというか、まあ、こういうプラセンタのサプリってね、ここで大体見てみると1ヶ月分3000円ぐらいが相場だと思うんですけど、コストコのこのパッケージだと値引き前でも1袋1000円弱なんですよね。続けて飲む分にはコスパがいい方がいいので、はい、またしばらくこれ飲んでいこうかなと思います。続いて5つ目こちらです。ユーハ味覚糖のグミサプリ亜鉛&マカ。
今週コストコでサプリ系の商品のクーポンがいっぱい出てたんですけれども、このねユーハ味覚糖のグミサプリでもいろんなビタミン C とかカルシウムとかかな、いろんな種類のこのグミが出てたんですけれども、この亜鉛マカっていうのが一番値引き率が高かったんで買いました。亜鉛マカって普通の食事でコンスタントに摂取するの難しいと思いますんで、まあ、ちょうどいいかなと。はい、なんかこんな感じの小袋が15袋入っております。これで1週間分、合計105日分っていうことですね。で、1日2粒食べてねっていうことなんですけれども、形はですね、まあ、こういう感じの四角くて1センチ四方ぐらいの立体ですね。硬い。結構固めの食感ですけど、味はコーラの、まあ、いわゆるあのお菓子のグミって感じ。普通の錠剤タイプのサプリよりもこういったグミで取れるのはいいですね。これ他の場所で買うといくらか分かんないんですけど、値引き後の価格で計算すると1日あたり 13.9 円ということで、コストパフォーマンスはなかなかいいんじゃないかなと思います。ざーっと出すときはいいんですけど、収納するときちょっと悲しい気持ちになるんですよね。前クーポン商品ラストです。ジョーンズのドライエイジベーコン。コストコのベーコンといえばアップルベーコンが定番なんですけれども、最近あれ1個あたりの大きさが巨大化して、その結果価格も少し上がって買いにくいなっていうことで、今回ねこちらが安くなっておりましたんで購入してみました。サイズは20センチぐらいで、厚み5ミリ程度にスライスされたものになっておりまして、薄くスライスする手間もないですし、このまま使えるんですごく便利だなと思いました。真空パックタイプのパッケージになってて、開封したら別容器で保管しないといけないんですけれども、半分ぐらいは冷凍してっていう感じにします。これ使ってベーコンエッグ作ったら絶対美味しそうなんで、最近天気悪いんですけど、晴れたら外でやってみようかなと思います。これはね、地味に楽しみにしてます。続きまして7点目。こちら、ピッタのマスク。グレー、ライトグレー。子供の送り迎えとダンスのレッスンとコストコパトロールぐらいしか外に出ることがなくて、人と会うこともほとんど限られてるんですけれども、そんな生活を送っていながら年始早々体調ぶっ壊れましたんで、今年も残り長いですが、まあ、健康に過ごしたいということで予防対策用にマスク買いました。ポリウレタン素材のカラーマスク買うの初めてなんですけど、なんかこんな感じでグレーとライトグレー、1袋あたり3枚ずつ入っております。なんかね、洗って繰り返し使えるみたいですね。お、新ポリウレタン素材ということで、こうふわふわしてますね。で、長時間耳にかけても痛くないということらしいです。つけるとこんな感じです。耳はゴムのやつよりも全然気にならないですね。息苦しさとかもないですし、つけ心地も悪くないですね。はい、3回洗っても花粉 99% カットを保ち経済的と書いてあります。手洗いしてね、陰干ししてくださいって書いてあるんですけれども、合計30枚入っておりまして、まあ僕一人で使ったとしても1年分ぐらいは余裕でありそうな感じですね。外出するときにはこまめにつけていこうかなと思います。天神歩いてたらこういう人結構いますよね。続きまして8点目こちらです。ハードバイトポテトチップスの箱のやつ。ハードバイトポテトチップスのミニサイズですね。3種類のアソートタイプが販売されておりました。スモーキン BBQ とロックソルト&ビネガーとナチュラル。袋が小さくなっただけじゃなくて、中のチップス自体もかなり小ぶりのものが集まってます。うまっ。よいしょ。このね、スモーキン BBQ が一番好きですね。かなり久々食べたんですけど、
うまい。一枚一枚サイズが小さいんで、食べやすいです。うん。でも、コストコで売ってるこういうアソード系のスナック菓子あるんですけど、それに比べたら、やっぱ割高だなと思います。これ、一袋で 75.4 円するんで、コスパは正直良くないですね。ただね、ちょっとだけ食べたいっていう時あると思うんで、そういう時ね、こういうのがあるといいと思います。最後9点目はこちら。ベーカリー新商品のグジェールです。フランスのブルゴーニュ地方発祥の伝統的な焼き菓子ということで、一言で説明すると、一口サイズのシュークリームのシュー生地です。で、この生地の中にはチーズが練り込んでありまして、チーズ風味のシュー生地っていう感じなんですけれども、おすすめの食べ方はトースターで軽く焼いて、生地のサクサク感を出すことと、あと何かしら具材用意して挟んで食べるっていうのがおすすめでございます。この食べ方やれば、無限に近いぐらいアレンジできますんで、家でパーティーをするとか、人呼んで食事会するっていう時のオードブル、ピンチョスとかね、そういったものを用意したいっていう場合であれば、その材料として使うのはとてもいいんじゃないかなと思います。ただ一般家庭で普通の食事でってなると、量に対して価格もね、安くないんで、という感じですね。はい。まあ、最近出たばかりの商品なので、試食とかやってると思いますんで、ぜひお試しください。ということで、今回はコストコ購入品の1月2週目、3週目編お送りしました。ちょっと食べれんかった。めちゃくちゃ汚れ取ったけど。ちょっと待って。じゃあ、ここ切る。今バンバン雨降ってて外もだいぶ暗いんですけど、この照明つけたことでね、まあ、あの顔周りが暗くならずに、うん、しばらくこれでやっていこうかなと思います。でね、照明消すとこんな感じになるんですけど、どうすかね。で、ハードバイトのポテトチップスはこのアソートが出てる代わりに、今まで出てた大きめの袋のがなくなってってるんですよね。なんかね、人参チップスみたいなやつしかあと出てなくて、うん、まああんまコスパは良くないですけど、やっぱ美味しいんでおすすめです。ということで今回の動画は以上でございます。こんな感じでコストコ商品レビューの動画いろいろ作ってますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にお願いします。今日はですね、この後久しぶりに子供たちの髪切りに行ってきます。2人とも最近伸びまくってて、どんぐりの部分がもう目にかかるようになってきておりまして、ようやくね、今日さっぱりできるということで楽しみです。それでは。